マリオパーティー3イエーイ。どうもこんばんは、高丸かまるです。さあ久しぶりのマリオパーティー3のバトンリレーやっていきましょう。さて前回はどこだったっけ、ワリージ島やったんだったかな。さあ今回ステージどこにするかなんだけど、よっしょ、あ、どうもゆっくりせなさんこんばんは。先ほどすぐに配信閉じちゃったみたいなんですけど何かありました。ちょっとねこっち側になんかエラーが起きてしまったらしいんでちょっとやり直しました。今回は大丈夫そうかな。さあ今回ももちろん一人でやっていきましょう。さあもちろん使うのはワリオ様。そうどうしようかな。今回はデイジーとドンキーだろ。でそれと出たグッチョイ、これよグッチョイ。さあもちろんこれは全員すごく強いで、ハンデはなし。さあボードマップどうしよう。前やったのがこのヒエヒエレイクとワリージ島なんだよな。残っているのがブクブク深海、ジリジリ砂漠、グルグルの森、ドキドキ洞窟と。グルグルの森かな。スーパースターズでも登場しているステージなんですけども、そう次はねドンキーコングいるんだよね、プレイヤーキラーに。で今回は40ターンでやっていきたいと思います。なぜかというとこのバトンリレーはねターンごとに使うキャラクターを変えていくの。だからちょうど4人で分割できる順番っていうか、ターン数がいいかなと思って。というわけで、40ターン、1人10ターンずつね、やっていきたいと思います。さあ、ノーマルパックで、これだな、よし行こう。初見です、こんばんは。3番手さん。多分、マリオパーティー3が初見なんかな。どうも、来ていただきありがとうございます。さあ、やっていきましょう。ぐるぐるの森。ここはね、スーパースターズに内定されているステージなんだけどもさ、もうスーパースターズアップデートやんないのかな。せっかくね、643部作があるのにさ、5つしかステージがないのはちょっと寂しいなって思うんだよね。よきだな、お前たち。ここが噂のぐるぐるの森じゃ。深い深いこの森の奥でスーパースター目指して戦うのじゃ。戦い始める前に順番を決めてもらおう。オッケー。はい。順番は決まったぞ。1番、グッチョイ。2番デイジー、3番ドンキー、4番ワリオ。最後にプレゼント10個ずつあげよう。無駄遣いするんじゃないぞ。いやー久しぶりだな、マリオパーティー3。さあまずスターの位置が微妙なところ、いきなりもうダメかもって言われてるよ。さあどう、その前ちょっと待って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 、オッケー。今1ターン目がグッチョイだから、1ターン目つかまあ1番目はグッチョイだから、ちょっとこの1ターンから10ターンまではちょっとグッチョイを使います。で11から20がデイジーで、20から30がドンキーで、30から最後までワリオ様っていう形でやっていきたいと思います。ちょっとね、これ厄介なのがね、もしこの1番のグッチョイ以外使ってた場合、もし最初にグッチョイがアイテムを使うとなるとすぐ B を押すから、なかなかそれは難しくなったりするんだよね、ちょうど切り替えるのに。例えば11ターン目でデイジー、21ターン目でデイジーからドンキに変えようとしたときに、もしかするとグッチョイがアイテムを使ってくるっていう可能性もあるから、それを防ぐために一番最初に動くグッチョイを先に使うっていう、そういう戦法でやっていきたいと思います。もううっすらジャンプしてんだけどね、これね。6か、オッケー。どうしようかな。このまま左行って青マス踏むのもありっちゃありなんだよな。次のターン右行くから、次右行ってもなんだよな。ここ青マス止まって、だいたいこの辺りで止まるから、一応ねこれ、このステージはねターンごとにこの
矢印の向きが変わるんだけど、一斉に変わるからさ、どうしよっかな。ここは一旦様子見でアイテムをゲットしとくかな。さあ、アイテムミニゲーム、さあ何やるのかな。アイテムヒッター。先週マリオスタジアムやったばっかりなのに、もうここで野球することになるのか。あ、ゆっくりセットさんは3初見なんだ。あ、やったことはあるんだっけ実際。さあ、完全にボークだよな。はい、キーマンか。早速グッチョイのフェイバリットアイテムをゲットしてしまった。まあでもこのキーマンもかゆいところに手が届くっていうところだもんな。悪くはないと思う。白黒に手を加えたらマリオなのかも分かんなくなった。白黒だと。左打者、まあこの時はみんなね右打者だから。さあワリオ様は、まあ、もちろん左行くわな。さてこれは2対2でドンキーとペアか。よろしく。ボブル火の用心。あー、これか。これ大体俺さ、ホースの方をさ担当するんだよな。これ結構難しいんだよね。ほら来た。これ最初の方は A でやった方がいいんだよな。近場の方に、え、これ消えてなくない？全然消えてねえじゃん。何これ、こっちの方が全然いい。やばいやばい、出遅れてる、出遅れてんだけど。あー、くそ。最初の方は A でやった方がいいって聞いたんだけどな。俺の記憶の中でも最初は A でやってたけどな。せめてこれだけ、これだけ。消えねえし。うわー、3個差か。これはめんどくさい。まさかここでも。どういうことだ？パンチングローブは使わないぞ。よーし。まあこれで、まあ1ターン目が終わりと。だ、つまり10ターンまでグッチョイを使うっていうことだな。さあ1。さあ現在すべての矢印の向きが右になっております。さあドンキーは赤マス踏んだからな。まあまあまあね、だってゲームキューブでしょ、マリオベースボールの初の登場は。さあこれキノコを買うドンキー。まあこれで次ドンキーは左に行くことは確定してるから。あ、ワリオ様も1、UFO。これでみんな左行くことになっちゃうかな、このままだと。ボブルコンベア。またボブルかよ。これ大体向かい側のやつを先に沈めたりとかするんだよな。デイジーか。問題はコンベアがどっちの方に動くかなんだよね。よし！オッケー！ひっひっ！これ大体逃げてれば大体当たるんだよな、他のやつら。勝手にボブルに。ワリオ様！ほら。大体逃げてれば勝てるから、これ。さあ、ここでいいミニゲームに勝ったぞ。この配信いつも来るのに理由があります。なんだ、急に。さあこれで全ての矢印の向きが左になったと。まあこの配信のコンセプトというのは、単純にみんな平等に俺が操作して最終的に誰が1位になるかっていうのを楽しむっていう、そういうやつだな。だから別にワリオ様が勝っても負けてもまあしゃあないってこと。おっと、魔法のランプを買わずに買い物電話。デイジーのフェイバリットアイテムだ。買い物電話っていうのはどこでも買い物することができるっていうすごい便利なアイテム。おっと、キノコを使うドンキー。これはぐるーって回ってくるのか、左から。
お、さあこれは結構いいやつじゃないか。プラスコインのみとプラスサイコロのみ、どっちも取んない、どっちも取んない場合はランダムでどっちかもらえるんだよね。まあそうだね、通信販売みたいなもんだね。え、上行くの。さあノコノコバンクで5コイン取られる、全部取られてんじゃん。さあ奥に進んでいくと暗くなるんだよな。さあワリオ様は、あ、ミニクッパか。ショップはね、キノピオとミニクッパどっちかになるんだね、ランダムで。だいたいキノピオの方はね、いろいろ自分に役に立つアイテムなんだけど、ミニクッパはだいたい妨害なんだよね。あー、ここでも。さあワリオ様はだいたいコインなんじゃないかな。お、サイコロか。あ、アイテムか。狙ってバルーン。あー、スーパースターズナイティミニゲームだ。このマップ見覚えが。そう、スイッチのマリオパーティースーパースターズに内定されているステージなんだよな。あー、奥にテレオケスプレーあんのか。キノコをゲットしたワリオ様が。マリパファイバーノコノコバンカプセル、あったね。自分がコインないときにね、自分に使ったらね、溜まってるコインもらえるんだよね。まあある意味貯金箱みたいな感じだよな。トゲゾークラッシュスーパースターズ内定ミニゲームだ。まあこれは上から降ってくるトゲゾーに当たらないように逃げようってやつだね。これ真っ先にぶつかる可能性あるからな。よーしよしよし、とりあえず一回突破。滑るから気をつけろ。だんだん追加されていくんだよね。はい、よしよしよし、あと1個降ってくるんだけど、ひっひっ、危ねえ。今のよく見とけ。よし、ひっ、あ、惜しい。2人残るの珍しいな。さーてこれで3、4ターン目かな、3ターン目ぐらいか。あー、あったね、鉄球でガッハッハってやつね。あれよりは多分まあ大きさも小さいし避きやすいと思うんだよね。今4ターン目だから大丈夫だよな。さあグッチョイ、また2かよ。今右行ってるからまたアイテム取った方がいいんじゃないかなこれ。お、じゃあ兄ちゃん、アイテム違うんす、次の質問に答えるよね。欲しいものがあっても我慢できるのか。グッチョイだったら我慢できんじゃない。お前気に入ったぞ。じゃあ特別にモテるだけのキーマンをあげちゃおう。出た。じゃあまたな、バイバイ。キーマン3つもいらねえ。最新作と違ってさ、新しいアイテムゲットしたらその場で持ってるやつ捨てることできないんだよね。だから1個ぐらい。は？デイジー、なんで買い物電話使ったし。そう、必ずじゃないんだよね。ああいうふうに質問に答える系のもあるんだよな。さあワリオ様はキノコを使って右に行くっていうパターンか。結構でかい数字出さないと無理なんじゃない。お、ここはすべての矢印の向きを変えることはできるんだよな。左行くことになってんな。デイジーが右行くことになっちゃったなこれ。さあワリオ様一人照らしてサーチライト、スーパースターズナイティミニゲームだ。まあこれはね、一人のキャラクターを三人がこうやってサーチライトで照らすんだよね。で、一人は当たんないように潜ったりして避けるんだよな。はい、オッケー。これ大体一人側が不利だからな。
まあ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 、勝率は悪くないんじゃない？一番コイン多いし。正直、キーマン3つもいらないから1個捨てよ。いや、僕キーマン。え、もしかして僕を捨てるっていうの？そうか、残念だな。今まで楽しかったよ。ありがとう。そして、さよなら、さよなら、さよなら。はい、豪華、全体的に進む距離が少ないな。さあ、デイジーは、おー、いいところに止まるけど、これはどうだ？ハンマーアイテム、あー、いいアイテムミニゲーム出したな。ハンマーアイテムはいろんなアイテムミニゲームの中で一番欲しいアイテムゲットしやすいんだよね。この場合どうなんだろう。また買い物電話かな。だいたいキーマン系って捨てるとき悲しい感じ出るからな。あ、買い物電話じゃない。なにこれ、キノコか。キノコ、キノコ、この状態でキノコ使うかな。あー、この先テレサいるんだよな。多分一番コインの多い俺んとこに来るだろうな、これ。もうぐるーって見回ってんじゃん、ずっと。さあ、デイジー一人。さあ、これはドキドキフィッシング。まあこれは一人が三人を釣り上げるってやつなんだけど、まあこれは比較的三人側のが有利なんだよね。あー、ポジションはまあ悪くないな。まあさっき俺か、真ん中にいればこうやって避けやすくなるからね。早っ。どっち？あー、ワリオ様ね。早っ。ちょっと一応この辺に置いといて。はい、よーし、これを45秒耐えるんだぜ。はい、オッケー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 。これ絶対動画だったら早送りにしてるよ、もしくはカット。全然俺収録やってねえな、ここんとこ。やり方忘れちゃったかもしんないし。さあ、よーしよーし、はい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 。これは結構一人がきついと思うんだよね。はい、よし、オッケー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 。さあ、10秒切ったぞ。はい、勝ち。マリパ6でいう赤テレサの役割。まあそうだね、コイン、スターを奪ってくるやつだね。まあ元々は普通のテレサの役割だったからな。さてと、あ、間違えた間違えた。今は6ターン、まだまだだな。この辺りで進む、止まってくれたら次右行けるんだけどな。5、5以下しか出てないんじゃね。さあ、ここでデイジーがキノコを使う。そんな進みすぎるのも良くないんじゃないか。7と9と16。まあ左に行くわな。あ、これもしかして向き変えるんじゃないか。変えない。はあはあはあ、なるほどね。バトルミニゲームやりてえなー。結構面白いんだよね。あ、魔法のランプ買わない。まだ買わないんだ、魔法のランプ。さあ、テレサだ。俺んとこに来るだろう、これきっと。はい、来たー。風邪ひいてんのかな。高っ。結構頑張ったんだけどな。これまずいな。魔法のランプ買いそう、こいつ。勝ったー。横取りボックスがあればな。
また向き変えるか。あー、じゃあこう右行けないじゃん。まあ右行けたとしても次ドンキーで取られるからな。あ、じゃあこのハプニングの場合は目の前にある矢印だけを入れ替えるんだよね。さあ4人ミニゲームの中やっと来たって感じだ。あ、雪玉ゴロゴロ、これはスーパースターズナイティミニゲーム。これはね、マリオパーティー3を代表するミニゲームといっても過言ではない。まずは雪玉作って、これを相手にぶつける。ちょっと、あれは正直積んでたね俺ね。デイジーの雪でも壊さなかったらデイジーにもやられてたし、うん、一コイン差か。まあそうだね、転がし雪合戦。まあまた5かよ。結局矢印のとこに行けねえし、どうしよっかな。もう俺んとこもランプ買っちゃうか。ああ、2位だといいな。まあ横取りボックス今んとこ誰も持ってないから、あ、クッパ止まったか。会いたかったぜ、デイジー。今年は楽しいイベント起こるかな。さあ、何やるんだ。クッパ電話プレゼント、お、いいな、アイテムだ。差し来たらよかったな。じゃあプレゼント for you。 イベント終了、それじゃバイバイ。スマホの時代にこれが最新機種か。さあ、これはドンキーはもちろん使うよな、魔法のランプ。おめでとうご主人様、キノコカダブラ。さあ、一番最初にスターをゲットしたのはドンキーが。次スターの場所どこ？遠いな。これせっかく向こうに行くんだったらテレサでコイン奪える分だけちょっと持っておきたいな。まあそうだね、早い話花ちゃんカプセルだよねこれ。タルタルブランコか。スーパースターズナイティミニゲームだこれな。結構難しいんだよね。樽の上に乗るやつなんだけど、樽と樽の間がで落ちるときもあるからね。ちゃんと座ってんだよねこれドンキー。だいたいみんな立ちこぎしてんだけど。あ、器用だな本当、間に落ちるって。さあワリオ様、これで右に行くことになる。でこれは左だな。んー、どうしよう。結構みんな遠いしランプも持ってないからそのまま行くか。お、もぐもぐビッグピザ来た。これもスーパースターズに内定されててマリオパーティー3を代表するミニゲームの一つなんだよね。まあ早い話早食い競争です。俺上か。よいしょ、いけー。端っこは結構ね硬かったりとかするんだよね。よしよしよし、いいぞいいぞ。食べ残すな。うまい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 。
ちょっと残ってんな、真ん中あたり。オッケー、ちょっと危なかったな。さあこれでなんとか3位までなったか。やるやりたい。一応今年ね、スイッチオンラインでマリオパーティー3が登場するんだけどさ、まだいつ頃出るかわかんないんだよね。8段目か。あー、ハプニング止まれない。あ、クッパ電話使ったこいつ。マジで俺全然でかい数字出せないよ。もしもし、クッパだけど、お前誰？分かった、ドンキだな。まだそっち行くの待ってるのだ。ま、そっち行くっつってんのに寝てんじゃねえかこいつ。会いたかったドンキ。さあ何が起きるかな。みんなではやめてほしいな。20コイン私ね。私に決定。ちょっと足りないから、まあ勘弁してやろう。はい、これでイベント終了。それじゃあバイバーイ。さあこれでドンキーや一文なしになったぞ。デイジは赤マスに止まったか。さあこれで1対3か2対2になるわけなんだけども、うわドンキーでかい筋出すな。左行ってハプニング止まるな。今んとこドンキーとワリオ様がハプニングスターなんじゃないかこれ。まあこれでみんな矢印右になったってやだなこれ。このターン含めてあと3ターンだからな俺グッチョイ使えるの。あ、またワリオ様とか。さあってこれは急いで巻き割り。まあこれは巻きに書いてあるボタンを押すっていうね、簡単なやつなんだけど、俺割る方がいいな。あ、置く方か、きついな。あ、相手早速ミスった。これさ、割る方はさ、巻きを置く方で時間かかるから一回見れるんだよ、ワンテンポ遅めに。こっちが良かったんだけどな。 B か B。 あー間違えた、最悪。 B と、あーもう最悪。1か8か。割る方がいいなこのミニゲーム。反射神経が問われるからな、置く方は。まあグッチョイ使う最後のターンで多分魔法のランプ使えるだろうから、とりあえずこのハプニング止まりてえなだよな。えい、よし来た。やあルイージ、せっかく来てくれたんだから僕から木の実をプレゼントするよ。もう一度前に進めるサイコロの実とプラス5コインの実、この2つの実を落とすからね。好きな方の木の実を狙って受け取ってね。それじゃあ行くよ。あっよ、どうしよう、あんま進んでもな。コインだな。よし、これでとりあえず次のターンは使えるわな。テレサでコインも奪えるし。ハプニングか。さあ質問に答えるぞデイジー。欲しいアイテムは高いアイテム。あ、これおかしいよね。正直に答えてて正直に答えたら欲張りって言われるんだぜ。おかしくない？嘘つきとかならわかるけどさ。さあワリオ様、これ52だから結構これランプ持ってんじゃないか。これランプある。え、スーパーキノコ買った。スーパーキノコ欲しがるとはな。運んでアイスブロック。あー、これか。これ難しいんだよな。質問でなんか間違った答えでやるとなんかアイテムもらえないんだよね。結局正直に答えても
損したりとかするんだよな。さあこれはまあむずこういう風にアイスブロックを、こうやって積み上げてって真ん中の島に渡るってやつなんだけど、このミニゲームマジで勝てないからね。まあ、こうやって落ちちゃってるけどさ、落ちなくてこうやって全力疾走しててもさ、最短距離で行かないとマジで間に合わないから。これさあこれで次のターンでグッジョイの使うターンが終わりになるのか。まあとりあえず最下位から1位にはさせることはできるな、これで。じゃあいいんだよな、10ターンだからな。オッケー、よし。じゃあ魔法のランプ、お呼びですかご主人様。私は魔法のランプに住むキノコ魔人でございます。さあミニアジムさんとかで飛んでいきましょう。300円取ってくださいませ。それではしっかりと頑張っていってください。それではいきますよ、キノコカダブラー。さあ着きました。さあこれで最下位から一気に1位になると。さあ問題、次のスターの位置はどこになるかなんだけど、お、これはグッチョイ連続で取れる可能性が大だぞ。1、マジですっくねー。え、グッチョイ使って5以上出した？ 5 とか5から5よりも上出したか、これ。あ、これは次デイジーでランプ使ったら取れんな。でも結構みんな遠いとこにいるか。あ、でもグッチョイが近いのか。ランプとかテレサもあるからな。さあワリオ様はランプじゃなくてスーパーキノコ買ったのか。モーターボートレースね。これはまあマリオパーティー5のスケートレースみたいな感じだね。これ操作方法も大体一緒、 A ボタンを押しながら前進で曲がるときにスティックを傾けると。これ昔ね、全然でうまくできなかったんだよな。くそ、ちょっと曲がるのが遅かったな。真ん中行ったあたりからこうやって曲がった方がいいかな。よしよし、いいぞいいぞ。ドンキがちょっとタイムロスしたな。はい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 、いいね。よし、うまいぞ、我ながら。さあ、最終ラップ。これはもうミスしなければ勝てんな。よしよしよし。はい、オッケー。さあこれでグッチョイのターンは終わり。じゃあ次11ターンから20ターンまでデイジーを使うことになります。まあ結構簡単なコースだよね。11ターンだから、じゃあデイジーよろしく。早速キーマン捨てよったこいつ。やあ、僕キーマン。さよなら。さあこれどうかな、4か。これは多分ワリオ様じゃない？一番コイン持ってるし。ドンキー、まあまあ2位だしね。コインは少ないけどね。さあ全部取っていくグッチョイ。いやーこれはちょっとさすがにランプ使った方がいいかな。結構近いもんな。キーマンはね、例えばこういうゲートあるじゃん、このゲート開けることできるんだよね。
だからたまに必要な時があるんだよな。だけど3個もいらないとかになるんだよね。お呼びの紹介をする様。はい、来ました、キノコカタムラ。さあこれでグッチョイ2連続でスターを取ることを防いだぞ。可愛いな、デイジー。ほんとスマブラでもこういうカラー出てもよかったと思うんだよな。褐色肌でさ、まあ右上のイラスト見た感じ褐色な感じしないけどね。お、これはいいとこに出たな。これでドンキーが一番遠い状況になってる。近いけど遠い。4か。俺マジで5から上出してないんだけど。コインがないな、こりゃダメだ。あ、おいっす、まとめ決めの時間だぞ。さあコインの参加コイン決めるぞ。なーにー、敵コインからゼロだって。だからバトルゲームは中止。おいおい頼むよ。たまにゼロが起きるんだよな。バトルミニゲーム面白いんだけどな。4人ミニゲームでぴょんぴょんバトルスーパースターズ内定ミニゲームだ。まあこれは簡単だよね。フィールドからライバル落とすんだよな。俺デイジーだからな。落ちる。オッケー、グッチョイ落とした。たまにこう、そうそう、時間かかるとこうやって落ちてくるからね、気をつけろ。ちょうどいいところに。これほぼ落ちてんじゃん、ワリオ様。たまに普通のミニゲームの代わりに起きるんじゃないのか。そうなんだよね。5からだったっけな、ミニゲームから急にバトルに変わるのって。4まではちゃんと固定でバトルマスとかあったりとかしたんだよね。さあ42コインあるってことはランプ買いそうだな、こいつ。ある？あるね。マジ魔法のランプゲーになってんだこれ。コインも足りてるし、くそ。お、これはチャンス。毎度ありがとうございます。ちなみにどこのバッグには25コインたまっております。バトルミニゲームでグッチョイのコイン減らそうぜ。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。それ早速今回の参加コインを決めるぞ。いいね、脱税者がいるね。うおお、48コインも集まったぞ、すごいぜ。うん、コインが足りないような。まあいっか、前向きに。はい、行くぞ、バトルスタート。さあ何があるかな。周りルーレットタワーやめてね。アイくんもちょっとな。まあこりゃあの目玉のアイクの周りをぐるぐる回るんだよな。これはどうかな。近づきすぎたアイフにぶつかっちゃうし、でこれしばらくするとボブル降ってくるからね。これも当たんないように気をつけなきゃいけないからね。まあ初めは1個だけなんだけど2箇所降ってくるときあるからな。それちょっと怖いんだよね。よしよしよし、いいよいいよいいよ、いいよ、オッケーオッケー、いいよいいよ、悪くない悪くない。グッチョ今止まってた。よしよしよし、うまいうまい、お腹がうまい。よっしゃ、タイムロス。あと2回ぐらいじゃない？よし、これで終わりだー。よし、完璧。あーでもグッチョイ2位か。これでいくらぐらいもらえるんだ？おこぼれじゃない、おこぼれ、おこぼれ、おこぼれ。14。まあ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 、とりあえず、グッチョイの、うん、ギリギリ、コイン足りないな。せっかく、おこぼれでもらった1コインを、なくしてしまってるし。さあ、のこのこバンク結構溜まってきてるぞ。30コインか。
そう、先にねアイクを消した方が勝ちなんだよな。アイテムルーレット、うーん、スーパースターズナイティミニゲーム、これほぼほぼ運だったりするからな。たまに目押しできたりとかするんだけど、これも運だからさ、結局は。ワリオ様からしたら多分横取りボックスは欲しいとこなんじゃないかな。逆さまキノコも強いっちゃ強いけどね、まだ使うところじゃないんだよな。キーマンのとこにも押したけど、おっ、ああクッパ電話なった。アイテムヒッターね、あれ打ち上げてさピッチャーフライになるときあるからさ、好きじゃないんだよね。さあこれはグッチョイとペアか。え、これやばくない？勝ったらグッチョイコイン20個上回るからさ、いやーここはわざと負けよう。押さない。しびれ切らしてグッチョイを押したんだけど、まあ1回ぐらい揃えてやるか。これ揃えたキャラクターの観客がああいう風に喜ぶの可愛いよね。くそー負けたー。まあでも結局グッチョイいずれか20コイン上回るんだよな。ワリオ様コインだけはあるんだよな。まあ、とりあえずここは、あ、ダメだ、ちょっと待って、どうだろう、読んで、あーこれは次のターン使われる可能性高いけど、クッパ電話多分デイジーに使うんじゃないかな。ワリオ様マジですっげえ少ねえんだけど、サイコロの数がこんな6以上出ないもんなの。あ、あスーパーキノコかい。クッパ電話じゃないんだ。届かんでしょこれ。ワリオ様惜しい、3つゾロ目が出なかった。っていうかサイコロ3つ使って10以下ってなんなん。腹ペコプククプか。スーパースターズナイティミニゲーム。ちなみにスーパースターズだと腹ペコ巨大プクプクって変わってんだよな。 A 連打で進んで B か Z で潜る。よし、 OK。 これ結構 A 連打きついんだよな。もうこれで離されてるからね。うわーマジか、 Z 押したんだけど、くそー、こんな下手になっちゃったか。まあ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 、まあ、ここでグッチョイにスター取られても近いところにスターが出てくれたらまだまだいいと思うな。これで2個目か、グッチョイ。さあ次はどこ。うわ、ちょっとグッチョイ、あでもコイン足りないよな。
足りてない。よしよしよし。オッケー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 。話した話した。危なかったなあ。と8コインだったか。さあ何買うんだ。スター避けランプだと。これちょっとめんどくさいものを取ったな。やっと出たよ。でもこれどうかな。4でしょ。いやこれはもうショップ行ってランプ買うしかない。もうほんといい加減自力でスター取りに行こうぜ。じゃあ今何ターン目。4ターン目ね。オッケーオッケー。さあここでクッパ電話使う。まあこれは多分グッチョイでしょ。もしもし、クッパだけど、お前誰？分かった、デイジーだな。は？いつものデイジーにさ、今回どんどんそっちイベント起こるかな？だからルーレットでここにイベントを決めるのだ。20コイン渡し。足りないよ、帰るよ。1コイン足りなかったか。そう、3人。まあまあ5コインしかないもんな、グッチョイ。なんで魔法のランプ買わないんだろう、ワリオ様。ああ、ハプニング。さあ、4人ミニゲーム何だろう。キノピオクイズね。オッケーオッケーオッケー。あー、でもこれどうなんだろう。最高記録とかだったらわかんないんだけど、100スタープレゼントとかあったらどうなんだろう。逃げますよクッパが。さあバトルロイヤルマップでゲート開けられるアイテムはキーマン。オッケー。マリオのスターランクはウルトラランク。今までで何だ、大体真ん中。オッケー。何の38回か分かんないけど、だいたいああいう数字が出たら真ん中の数字、真ん中に、真ん中つか2番目に多い数字を当てた方がいいんだよな。38回気になんな。青マスに止まった回数とかかな。オッケー、まで15ターンで今だ。クッパの元もらってたらな、この先のワリオ様から20コインもらえたんだけどな。8か。あーバトルやりてー。ハプニングもいいけど、ここはバトルだ。やあ、もうキーマン、この僕の力でゲート開けるのかい。使わないんだね。じゃあいつでも呼んでくれよ。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。10コイン、まあ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 、いい感じだな。うおー、38コインも集まったぞ、すごいぜ。ん、声が足りないような。まあいいか、前向きに。脱税者がいるんだけど。早押しゲートかー。これなー、山張った方がいいんだよな。まあこれはね、キノピオテレさんのこのこがゲート行ったり来たりして、誰がどのゲートに入ったかを覚えなきゃいけないんだよね。反射神経が問われるからなこれ。まあこれでテレサ確実にええだろ。あ、変わってねえじゃん。さあどこだ。2、1。うわー、みんなほぼ一緒だけど。うわー、俺一番遅え。はいや。おこぼれ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 。 0.23。
マジですごく強い相手はこれきついからね。あれでも俺結構早く押した方だと思うんだけどな。お、ワープブロックだ。誰と入れ替えるんだ場所。グッチョイと？かえって遠くなっちゃったな、ワニワ様。コインがなくなっちゃった。ドンキーとペアか。サクランボキャッチ。これも確かスーパースターズ内定ミニゲームだった気がするな。いたずらザルが置いたサクランボをタイミングよく受け渡してカゴの中に入れましょうと。俺は、オッケー、渡す側ね。さあ、いたずらザルの、こう、サクランボをこうやって投げて、3つのやつなるべく渡したいからね。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。うまい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 。はい。ナイスナイス。1は結構飛ぶんだよな。おー、ナイスキャッチ。はい。これ同点の可能性もあるな。はい。よしよし。うまい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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ！てか、あれ、キャッチしてくれてたら俺勝ってたんだな。うわぁ。まあ、空中ブランコ。あれ、なんか頭に血が上りそうだよね。さあこれどうしよう。5か2にね。さあここでチャンスタイムか。チャンスタイムへようこそ。このラッキーなイベントで大ヒット目指して頑張ってくださいね。じゃあチャンスタイムスタート。ブロックを叩いて誰に何が起きるかを決めてください。まずは何を渡すか。何をか、スターかな。1,2 でいくね。誰が渡すか。グッチョイ。はい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 、オッケー。誰に渡すか。よし、ルイージ。グッチョイのスター2個がデイジープレゼントされます。これはデイジーに貢献できたんじゃない。我ながらうまい。さあグッチョが一気にどん底に叩き落とされたな。さてとアイテムヒッター、お、来たよゆっくりセットさん。バットが短く見えるな。テレベルが一番いいのかな。あーでも横取りボックスか。ランプ持ってんだよな俺。コイン足りないからな、使えないしな。あ、やるな。35コイン。めっちゃコイン持ってんじゃん。コインだけ持ってんじゃん、マリオ様。ゴーゴー木馬、スーパースターズナイティングミニゲーム。まあ、これは今流行りの馬娘だな。まあ、これは、人参がスタミナなんでね。人参がなくならないように、木馬で移動するんだけども。最後の1個は点滅しかけた時に終わるのがいいんだな。で、この道中に落ちている人参を取ればスピードアップするんだけど、青い人参だとスピンしちゃうんだよね。オッケー、処理落ち。さあ、あと、もう1箇所ね、人参スポットがあるんだけど、そこ絶対、オレンジの人参取っちゃわないと。あー、これ一旦待ってからの、はい、オッケー。こりゃ勝った、こりゃ勝った。
あー、ニューレコードにはなんないか。リプレイいるかこれ。全然惜しくねえし。まあ勝ったけど20コインないから多分取られんじゃない。いや、キーマン取られる可能性もあるからまだわかんないや。やっぱ野球大好きにとってはアイテムヒッター。ただあれ狙ったアイテムとかゲットできんのかな。タイミングとか必要なんかなあれ。ワンチャンアイテム使ってここにワープとかもありっちゃありなんだよな。ドンキに取られないようにするのも。それでいくか。使われるよりは全然いいや。おいしいおいしい。キノコだ。適当になってんだこいつ。ドンキのボクシンググローブネタってもっと先じゃなかったっけ。あ、痛かったぞ、デイジー。革命来ねえかな。20コイン私かよ。イベント終了、バイバーイ。17ターンね、今。さあ、これでドンキーは誰のアイテムを奪うことになるのかな。グッチョイか。そっちのランプをゲットしたか。おそらくマリオパーティー2だと奪ったそのターンでまたアイテム使えるんだよな。まあ今作からアイテム3つ取れるようになってからやっぱそういうバランス調整とかもあるんだな。集めてコインギバースーパースターズナイティミニゲーム。まあこれはボーナスミニゲームだね。これはなるべく袋をゲットしておきたいな。どこ？ここね。はいはいはい。よしよし。いいよいいよ。オッケーオッケー。はい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 。袋どこ？あった。袋。取った取った。よしよし。全然いい。全然。あー、これは取れるか。取っちゃう。ぶつかってもいいから。よーし。あー、これは間に合うか。いけー。間に合わない。よしよし。取らせないように、取らせないように、取らせないように、取らせないように。よし、めっちゃ伸びんじゃん。まあほぼほぼ同じだね。ファミリーベースボールでマリオのスペシャルボールとクッパジュのスペシャルボールを確定しすぎで打ちました。おお、相当うまいんだなやっぱり。あ、さあこれはちょっと厄介だな。これコインがマイナスになるか、下が後ろに下がってしまうかって、ね、下がその2つになっちゃうんだよな。あんまいいこと起きないんだよね。でどっちも取んないでいるとやっぱりどっちか必ず持たされるんだよね。いやー、これは買い物電話かな。どこでも買い物できるってのがでかいから。コインだけは持ってんだよな、ワリオ様。あー、叩いてドラムね。これは覚えゲーだな。ヘイホかわいいな。まあ初めは4つ固定だよね。ZAB ね。
アズアバ、アズアバね。Z、B、A、こい、あ、Z かな。まあ、まだ覚えやすいな。これ最後のびっくりマークは、自由に選べるんだよな。よし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 。これはまだ覚えやすい。A、Z、A、B、Z、A、B でいこう。うん、普通に自分が覚えやすいようにしよう。ボクシングローブネタってなんかパンチアウトじゃなかったっけ？ Wii とかにやったやつ。A、B、A にしたな、ワリオ様。A、Z、A、B、Z、A、B、A、B ね。よしよしよし。Z、A、B、Z、A、B、あ。A、Z、A、B、Z、A、B、A、B、Z、よし。自分が覚えやすいようにしなきゃいけないからな。E、Z、A、B、A、B、Z、A、よしよし。これは覚えやすい。A、Z、A、B、Z、A、B、A、B、Z、A、B、よしよしよし。A、Z、A、B、Z、A、B、A、B、Z、A、B、Z と。こっちギリ回ってくるな。B、Z、A、B、A、あ。あそこワリノさんは自分で A してなかったっけ？ A、Z、は？最後は論外だな。まあまあ、これはまだ覚えやすい方よ。さてと、これで今何ターン目だ？ 19 だから、これ入れてあと2ターンか、デイジーに使える時間は。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。いくらかけんのかな？たけー！ 123 コイン。何やんの？うわー、これか。ドキドキプレートめくり、これはもう完全に運ゲーでございます。この12枚あるカードの中からキノピオを当てるんだけども、そのこの12のうち4枚がミニクッパ、つまりハズレなんだよね。これ、おー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 おお、よく引き当てた。あー、うん、まずいな。あー、当てるな。嘘でしょ。え、あと2箇所しかないじゃん。ここゲームキューブのベースボールでボクシングローブらしい。ゲームアドバンスそのあたりでボクシングローブネタが出たんだと思った。あー、このテレサはね、順番がシャッフルされるんだよね。今テレサいなくなったから、あと1箇所じゃん、キノピオ。4分の1か。これきついんじゃないか、3人。てか続くな、よく。
あ、ドンキのボクシンググローブ、確か、あ、元ネタは、うん、ゲームキューブのベースボールだと思うんだよ。そっからなんか逆輸入されたんじゃなかったっけ。おこぼれちょうだい、おこぼれちょ。は、なんだろうな、グッチョイとデイジーはもう金キツばっかなんだけど、キノコがあったか。とうとうワリオ様、魔法ランプ買ったか。お、いやでもこれ最大50出してももうワリオ様十分にコイン持ってるから無理だな。あのあれは完全脱税者がいるんだけども、グッチョイ脱税しすぎなんだよな。ちょっと待って、これもうこれも運ゲーです。まあそれぞれいろんな色のところをジャンプして、パックンに選ばれなかったら勝ちみたいな。今何ターン、次で20ターンじゃなかったかな。お、黄色か。これで多分黄色連続はないと思うんだよね。いやーこれどうかなー。あー次確定でどれかになるな。うわーい、急に止まれない。また赤か。よし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 、完全脱税してるからな、こいつ。こいつ1位にさせたくないわ。まあでもそれでもな、ゲットするもんな。おこぼれちょうだい、おこぼれ。は、おお、100ぴったし。あー、ドスンパズル出た。スーパースターズナイティミニゲーム。いや、あれ運ゲーだもん、きついもんな。さあこれは結構面白いやつなんだけど、俺苦手なんだよね。まあ早い話、まあうん、2個以上同じ色のブロックをつなげて得点を稼ぐんだけど、これうまいこと連鎖したらいいんだけどな。そう、結構これいろんなとこでリメイクされてんだよね。あー、これちょっとまずいかな。やーべやべやべ。全然連鎖できねえ。うわー、ちょうど言ってたのに、だからドッスンが全然来ない。何これ、一回しか来てないんだけど。
21ってなんなん。おお、ちょうど100。まあ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 まだまだスターの数で1位だからな、デイジーは。デイジーは結構俺は貢献できたと思うんだよな。うん、このターンでデイジーの出番っつうか、まあ操作は終わりだな。さあコインないから、まあまあ青マスか。キノコ使うか。34個にたまんないよな、これは。せめてスター4個で33コインだったらいいけどさ。あ、クッパちょいちょい出番あんな。会いたかったぞ、ゾンキー。なーにやんのかな。20コイン渡し。20コイン渡すのだ。最後のイベント終了、バイバイ。まあ次で1対3か2対2か。まあワリオ様はもちろんね、魔法のランプ使うわな。ここに来てやっとワリオ様1個目のスターをゲットか。満を持したな。さあ次のスターの位置がやっぱそこか。ドンキー近いな。あ、でも今ドンキーコイン足りてないのか。ま、魔法、え、アイテム袋買ったか。キーマン、おお、魔法のランプ。キーマン、ちょうど30コインの値打ち。それだったら魔法のランプ1個でよかったね。あーん、これはドンキーに勝たせてはいけないな。ゴロゴロ岩転がしね。これスーパースターズ泣いてミニゲームなんだよな。スーパースターズでリメイクされて、このステージがさ、屋外だっていうことを知ったんだよね。なんか周りがさ、作り物で、いかにも屋内って感じがするよね。これジグザグ行って、おっ、はーん。そう、次ドンキーだね。いや、これ当たるか？危ない。あー、いいところに仕掛けるな、ドンキー。これ真ん中にいた方がいいのかな。あー、これ間に合わねえな。うわーうわー、最後引かれたし。まあここでドンキー勝ったから、次ドンキーの操作の番で取れるんだよな、スター。嬉しいのか、んな微妙。あ、でもこれコインどうなんだろう。よし、これで次ドンキーだ。21ターン目だもんね。オッケー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 。さあ問題はグッチョイがこれ誰のコインを奪うかなんだよな。普通に考えてワリオ様なんだよな。だよな。こういうとこも想定して、ちょっと、スター避けランプじゃないな。なんで18コインってそんな少ないの？っ
テレオキスプレー欲しいわな。キーマンか。一個持ってない。阪神じゃん、33コインと4位で。あ、崩された。よーしよしよし。1位以外を出せばいいんだからな、これ。危ねえなぁ。よく言った、ドンキーよ。はい。ドンキー操作、1ターン目でスターをゲット。あ、いいね。ありがとうございます、そのコメント。さあ、次のスターの位置が、あー、そこか。まあ、ワリオ様がスター取るだろうな。まあ、早めに次のスターの場所を変えてほしいからな。次が、あー、近いなー、ワリオ様。これさあ、これ矢印の向きは変えない。あー、これ1多かったらなー。ボブルコンベヤー2回目。よし、ドンキーだな、俺は覚えとくから。向かい側誰だ。デイジーか。しかもこのコンベアの向きはこっちの方に来るな。これジャンプだ。よしよし。どこに殴ってんの。あぶねあぶね。ヒップドロップ怖っ。一旦逃げよう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 。あぶねあぶね。落ちる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 。狭い狭い。あ、やっぱこれ逃げるのが勝ちだな。お、ゾロ目だ。2位でスター2個で22コイン。そう、狭くなんだよ。うわー、これ次ワリオ。あ、でもコイン足りないのか。キーマン捨てた。いやあ、僕キーマンさよなら。一応お気に入りアイテムなんだけどな、グッチョイの。あー、ぴったり止まった。赤マスに止まってくれたらな。さあ、デイジーは、お、買い物電話使うか。何がしたいんだこれ。ほんと226事件ならないか。226大変だ事件だぞ。1964年の7年ってやつね。青マス青マス、このまま行ったってな。どうせ次矢印の向き変わるからな。ぐるーって回るか。まあ、これワリオ様が1出してハプニングだった。ああ、またワリオ様。めっちゃ鍵捨てんじゃん、みんな。さあ、またワリオ様がアクションタイム。どっちかな。またか。今回ワリオ様ハプニングスターだな。また進む。
10か。まあぐるーって下回るわな。矢印変える。で右になるけど次のターン左に行くから、またワリオ様左に行けるんだな。これコイン足りるかな。次このミニゲームで勝ったらやばいな。叩けミニクッパか。まあこれはね、四隅にある土管からミニクッパ出てくるから、それをハンマーで叩くっていうね、虐待ミニゲームだね。これ昔完全にパーフェクトできたんだけどな、できなくなっちゃったんだよな。あぶねえ。まだ右上来てないよ。あーもうダメだ、もう見つれないぞ。あーちょっと待って、上やったのに。うわーもう、上の入力難しい。いやーなんか4体ぐらい見逃しちゃったんだけど。うわー、こんなダメになったかな。まあワリオ様が勝たなくてよかったけどさ。いやーこんなんだったらな、進むべきだったな。気づけばグッチョイも近いし、なんかバトル止まったんだけど。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。10コインか。脱税者がいるな。さあ何やんだ今度は。ぴったりフラワーパネル。あーこれね、反射神経問われるやつだ。まあこれはね、初めに真ん中に花が出んのね。花が出た後周りがパネルくるくる回んのね。で真ん中にある花と同じやつが出たら A を押すの。お手つきがしてはいけないんだよな。これきついな。紫のやつね。一回出たパネルはもう出ないか。あー早い。2位か。これは結構遅い方だな。てか脱税者のデイジーが1位って。おこぼれちょうだい。全然おこぼれくんないじゃん。あれワリオ様100コインぐらいあったはずなのにもう7コインしかないの。10、よしよし進める。あでもこれあんま進みすぎちゃ良くないんじゃないかな。で次右になるわけだから、牛歩いけるっていうのを考えて、いやアイテム行こう。じゃあアイテムちゃん、次の質問に答えろよな。食事の後に歯磨いてるか。ドンキーでも歯磨くのかな。でもたまに歯見せてるけどさ、すげえ綺麗なんだよな。はい、お前気に入った。じゃあ特別にワープブロックを持ってるだけあげちゃう。まあみんな結構固まってるからこれ使うのもありだな。じゃあまたな、バイバイ。みんななるべく近いところで。あー行き過ぎたか。またハプニングか。ハプニングスターはもう完全に決まったようなもんだな、これ。お、コインか。これ、この作品だと5コイン固定なんだけど、スーパースターズリメイクされているとさ、ランダムになってんだよな、コインが。ぐるぐるはぐるまか。俺一人ね。まあ、これはね、レバー動かして、歯車の、この回転の向きを変えてキラーをうまく3人側に当てるってやつなんだけど、これなかなか難しいんだよな。オッケーオッケー、あとデイジーだけ。オッケー、うまい。割りながらうまくなかったかこれ。
気づけばさっき226事件だったな。さーて右になってしまったか。こりゃデイジー行き過ぎないでほしいな。うーん、いいところかな。まあまあ、おますおます。で、問題はワリオ様がどういくかなんだけど、これ次ワープブロック、あ、コインか。あ、でもそうか、次のターンもしかするとデイジーとかが取る可能性もあるんだよな。雪玉ゴロゴロ2回目か。これはほんと面白いからな。へえ。まあ33と4よりは全然マシじゃない？あ、デイジーやればよかったかな。でもあんま関係ないか、コインいっぱいあるし。もうほぼ勝ち確じゃないこれ。はい。まあグッチョイはもうちょっと進んでもいいし、でデイジーはまあハプニングを踏まなければいいかな。9進むな。ギリ届かないんじゃないこれ。ギリ届かない。よし、オッケー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 。ランプ買ったか。まあ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 、まだまだわかんない、まだわかんないぞ。ここでデイジーがピッギリギリ止まってくれんたら、よしよし、悪くない。あ、4試合合計で33対4なんだ。てっきり1試合かと思った。まあこれハプニングかな。ワリオ様以外だったらどっちでもいい。3分の2を外すかね。これはやられたな。ハンマーアイテムか。ラインナップ何？テレブルあんのか、いいな。ほら、33対4って合計だったんだ。てっきり1試合かと思った。何ゲットしたん？呪いキノコ。これは1から3までしか出すことできないやつだな。2対2で俺ど誰だ、誰とだ。お邪魔コースター、デイジーとか。へえ、2005年の合計点数なんだ。なんか痩せてるように見えんな、これ、ドンキ。よし。まあ、これはね、パネルに当たんないように気をつけましょうってやつ。よしよし、うまいうまい。うまいうまいうまい。よしよし、いいぞ。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。デイジー？まあ、一回ぶつかった。向こうも一回ぶつかったしな。よしよし、これは勝ったな。はい、オッケー。ぶつかんなかったらニューレコードいけてただろうけどな。64だって、いいね。ここグッチョイ魔法のランプ使ってくんねえかな。使わねえか、やっぱりな。そこまでバカじゃないよな、コンピューターも。あ、これで1個目か、グッチョイは。次は、おっと、近いけど遠い。一番遠い。え、これグッチョイ通りすぎるよね。うーわー、マジかよ。
つまっこっちくこいつまこれ、あ、右になっちゃうのか。さあ、これはキーマン使うのかな。使った。そうそう、この頃はまだ隠しブロックからスター出るんだよね。うーわー、これの鍵って銃だもんな。おやおや、その顔は全て矢印向きを変えてほしいのかね。1、2、3、4、5、6、7、8、ここで左に変えればまたこっち行けるからお願いします。任せてください、私は嘘をつきません、信用大事です。まだドンキーのターンだよな。うん、オッケー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 。まあ赤マスはしょうがないとして、まだまだコイン足りないからな。グッジョイは魔法のランプを使うのに。よし、これはワリオ様とペアだな。イカダはちょっとやばいって。グッジョイを20コイン上回してダメなんだってば。ちなみにこれもスーパースターズ内定ミニゲームです。あー取れない。どの辺だ。オッケーオッケーオッケー。コイン袋絶対取らせちゃいけない。よし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 、取った。あー、それは無理、取れない。まずいな、これ20個上回ったんじゃないか。袋ゲット。うわ、間に合え。うわー、最悪。うわ、しかも最後また取った。なんでこういう時に限ってボーナスミニゲームくんだよ。もういやー、くっそー、何のために矢印の向きを変えたと思ってんだこっちはよ。まあでも行けなくはないか、左で上行けば。ただ今矢印の向きはどっちになってるかなんだよな。こうだから、あー、一旦待って、右に行けばゲットできんのか。他誰か近いとこいる？いなさそうだね。9か、ちょっとでかいな。コインの時に限ってでかい数字出すんだよな。うわ、1多い。これちょっとバトルでコイン稼ぐか。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。30コインか。またこいつ脱税してるよ。さーて、何やんのかな。雨降りパックン、スーパースターズ内定ミニゲーム。これ面白いんだよね。まあこれはね、雨雲の下に行ってパックフラワーに水をあげるんだよな。よしよし、いいねいいねいいね、よしよしよし。あ、まずいまず、全然当たってない全然当たってない。よしよしよし、いい感じいい感じ。このたまにチョロップいるとここ転んじゃうから気をつけないとね。
無言で転ぶのなんか面白いよな。やばい、結構デイジー当たってんな。よし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 、今の当たりうまいと思う。はいはいはい、いいねいいねいいね。あ、まずい、ラスト。あー、デイジーがいい感じってんな。持った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 、負けた。デイジー結構当たってたもんな。おこぼれちょーだい。は30個に戻ってきただけじゃないか。そもそも俺ここぐるぐるの森苦手なんだよな。まあそれはボスパックンだよね。魔法のランプ買ったし、またまあジュラシックパックンっていうミニゲームがあって、それも水やって大きくさせるしな。どこどこかくれんぼ、スーパースターズナイティミニゲーム。まあこれ早い話、かくれんぼだね。3人がどこに隠れているか当てるやつなんだけど、完全に運ゲーだもんな、俺。じゃあね、家。嘘でしょ。4分の3半ずつ？おーしよ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 し。さあこれ2分の1だ。どっちだ？草。よっしゃ。これで82コインか。デイジーもでけえな。てて結構運ゲー多いのよ。これ入れてあと3ターンか。ちょっと待って、今ワリオ様どこ。あー、みんな結構下側にいんのね。コイン欲しいわ。5でしょ。こう次右行くから、これは変えなくて大丈夫かな。そうですか、まあその時もありますと選べそうですよね。ここつ、あーもう余計にもう余計なこと。まあ左でも行くことは、行けないことはないけどさ、遠くなるんだよな。ガウガウロケットか。まあこれはロケットに空気入れるんだけど、これがなかなか難しいんだよね。どのタイミングで効率よく行けるか。こうなのかな。メーター的には結構悪くないと思うんだけど。いや向こうも結構空気入れてる感じしたもんな。兵法かわいいな。あ、誰が1位になるか分かんないからな。スターの数も競ってきてるし。向き変えないよな。あ、ラッキーハッピー質問チャンスです。質問チャンス。はあ、スーパーキノコ。魔法のランプはもういらねえだろこいつによ。余計なことをしよって。
まあこれ左に行くことは確実だから、こう行ってまたここら辺で止まるしかないのかな。8、まあまあ悪くないんじゃない。次のターンでドンキーか。マジで今回ハプニング止まるな、ワリオ様。カブレラの、あ、サイコロの実か。迷ったらコインもらえばいいのにな。上行く。これは、どっち転んでも無理じゃない、これ。次ワリオ様取るんだから、こっちが勝っても魔法のランプでさ、でグッチョが勝っても魔法のランプだしな。ドタバタババ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 バか。お、これちょっと真ん中きついけど、真ん中が頑張れば3人側早くなんだよな。まあ初めの方はこれ A、B 交互に連打するんだけど、真ん中が結構えぐいのよ、操作方法が。ちょっと待って、音大丈夫かな。こっちなんか音切れたんだけど、ぞ、はい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 。最後のこのキラーボートは A 連打なんだけど、見た真ん中のあのアメンボの目か。スティック上 A、下 A、上 B、下 B っていうのをやんなきゃいけないんだよ。あ、音問題なかった。よかった。じゃあこっちのイヤホンがダメだったのかな。いやー、最後の最後でちょっとミスっちゃったなー。あそこ決まれば結構かっこよかっただろうに。我ながら。おっ、あ、でもキーマン使うのかな。使ったよ。そこ使わないようにしてバトルにしなさいよ。これでドンキー最後か。ドンキーのターンなかなかうまくできなかったな。いや、これ届かんよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でここだもんな。うわー、キノコ欲しいな。お、あっあっあっ、おめでとうございます。特別ボーナスでございます。まだ食べた5コインを差し上げたいと思います。5コインなんだよな。でもおめでとうございます。これからもノコノコバンクをよろしくお願いしますね。さあ、これは使うわな。さて、これでワリオ様が3個目かな。もう今度そっちかよ。全てうまくいかねえなこれ。
さあ、コインが足りないと言われている。登れブロックタワーか。これはまあ完全にアクションゲームだね。ブロック上に登ってって頂上までたどり着けば勝ちってやつ。途中でハンマーブロスがあるから気をつけろ。はい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 。危な、今当たってなかったか。はい、これはよく、あー、ワリオ様早い。うわー、マジか。結構これ助走いるんだよな、ここら辺は。はい、痛い、危ね。ちょっと待って、俺グッチョイにも抜かれてたの。ドンキー体でかいかな、なんかすげえギリギリな感じするんだよな。最下位になってるし。さあ、これでドンキーの操作は終了ってところかな。ラスト10ターン、ラスト10ターンは4番目のワリオ様だな。現在2位か。1位のデイジーはコイン差で負けてんのか。138か、きついな。まあでもハプニングスターはほぼほぼ確定だから、あとはミニゲームで勝っていけばいいのかな。あ、同期ナイス。何やもう、キノコ町の時キノコ町なのよ。場所変えてもらうよ、行くわよ、キノコカタブラ。さあ、場所変わったぞ。あー、これちょっとドンキー近いな。次矢印どっちだっけ。ドンキー見えねー。やるアイテムチャンス、意地悪好きか。モテるだけのキーマンはいらねえ。じゃあまたな、バイバイ。ちょっと待って、これ今どうだ。次で右か。いやー、これきついな。右で上げて、これダメだな。いやー、これはどうしよう。呪いキノコで足止めしてもなんだよな。デイジーが今そこで、いや、デイジー取られるのも嫌だからな。ちなみにグッチョイは今どこだっけ。グッチョイ、あれグッチョイどこ、右下か。まあ呪いキノコ持っててもしょうがないからドンキーに使っちゃおうか。10。お、バトルだ。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。10コインか。俺だけじゃん、脱税してんの。もうちょっと奪ってもいいと思うんだけどな。奪ってキーダッシュ。ああ、これね、これ面白いんだよね。扉に書いてある同じ模様つうか、まあ形の鍵を使って扉開けるんだけど、これ面白いんだよな。面白いっていうだけで得意とは言ってないけどね。さあ、この場合チューリップだから、チューリップの鍵をゲットするんだ。いた、は、なんだこの泥試合は。おこぼれちょうだい。マジで全然おこぼれくんないな、これ。
グッチョイとか。グッチョイもグッチョイでさ、魔法のランプ持ってんだよね。コインも欲しいしな。囲んでクレヨン、スーパースターズナイティミニゲーム。まあこれはクレヨンでこのキノピオのスタンプを囲むんだよね。グッチョイは右に準備を備えて。今行けたのか。じゃあ左から行って左。じゃあ俺左からお前右行って、そう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 、いい感じいい感じ、オーケーオーケー、いいね。さあ結構離れてるぞ。囲んで、よしよし、同じ場所だほぼほぼ。はい、オーケー。5ポイント先取で勝ちなんだよな。いやでもこれ勝ってよかったかな。マジであのキノコ余計なもの渡すんじゃないよ。そりゃなんかの元ネタか、ゆっくりセットさん。かよ、嘘だろう。とてもあの時チャンスタイムで、あでもコイン足りねえんだ。まあでもみんな結構離れてるから今のうちにコイン稼いとかないと。あの時チャンスタイムでスター2個取られたやつだと思えないな、これ。でもドンキーワープブロック持ってんだっけ。あーそうそう、ワープブロックで呪い消えるんだよな。さすがに3分の1は出ないでしょ。よーしよし、いやよくないよくない、近くなったドンキー。これはバトルだ。このバトルに勝てば次俺取れんな。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。高い。まあまあまあ、どっちみち俺全部かけることになっちゃうからな。いやー何来るのかな。回せアイくん、さっきは勝ったけどな。あちょっと待って、お待たせしました。よしやっていくか。これ絶対勝たないと、せめて2位にはなりたい。1、あちょっと回りすぎたな。2、3、4、一旦待つ。よしよし、無理やり通ろうとしてミスったらダメだから。あぶね、オッケーオッケー、今うまかった。あー嘘、間に合わないのか今の。よしよし、うっそ、やべ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 、うわー3位か。うわー最悪、おこぼれもくれない。なんで全て裏目に出るんだろうな。いやもう無理だな。きついわ、き
ちんとお片付け、きちんとお片付けはきちんとお片付けするミニゲームなんだけど、スーパースターズ内定ミニゲームなんだよね、これ。まあ、これは最初にこれを、配置を覚えなきゃいけないんだよな。まあ、こうなんだって。で、このキノコたちはぐちゃぐちゃにするんだよね。何が OK だよ。これどうだったっけ、もうわかんなくなってる。確か帽子2つは下とかじゃなかったっけ。バナナがこうで、で、こうじゃなかったかな。で、ワリオ様のがこっちで、ちょっと、王冠とヨッシーのどっちだったかな。いや、一か八か。うわぁ、もう気が動転しちゃって。マリオとグッチョイ反対だったのか。あ、でも勝った。レベル低っ。本来だったらあれ満点なんだけどなぁ。もう二人が何しようがもうドンキで取ることは変わりないもんな。さあ、なんか覚えゲーだね、あれは。18。あ、これスター奪うんじゃない。まあ1、これはデイジーでしょ、さすがに。いや、それでもちょっときついな。グッチョイがスター5個。おいっす、まだ気分時間だぞ。たけえんだよな。それでもドンキー24個に残すんだよな。せめてこのミニゲームで勝ちたいな。早押しゲートきついって、全部きついんだけど、フラワーパネルもルーレットタワーも。まだ早押しゲートはマシかな。でもあの速さで最下位だったしな。あー、これは、あー、なるほど、ちょっと厄介だな。右からキノピオテレサのこの子ね。はい、オッケー、これ勝った。オッケー、これさっきのミニゲームだったらな。おこぼれちょうだい。100ぴったし。まあ、ドンキーにあれ取られるのはもう仕方ないとして、次どこに出るんだ。上行って、これ左向いてたらまたデイジーがなんかテレサのとこに行ってスター奪う未来が見えるんだけど。キーマン捨てた。やあ、僕キーマン、さよなら。そう、あと5コイン少なかったらな。本当はそこ俺が取れるはずなのに。デイジーまさかの最下位になるっていうね。あー、デイジーそっちか。でもデイジー、まあデイジー取るわな、これな。なんでみんないいところに出んのかな。7か。ランプ来い。ランプねえなー。もう出ないんかな。買い物電話買っとこう。
2対2でグッチューとペア。急いで巻き割り2回目。割る方がいいよ。よし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 。これならまだいける。100ぴったし、初めて見たか。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。Z、B、B、A、よし。オッケーオッケー、いいよいいよ。相手もミスんないな。よし、ミスった。ちょっと気持ち的に余裕があるね。よし。Z、Z、Z、B、Z、よしよし、うまいうまいうまい。A、Z、B、B、よーし、ギリギリ。気づけばさっきと同じ組み合わせだな、これ。102コインか。もうちょっとコイン稼いでコインスター狙うのもありなんだけどな。キーマン買った。使うのか本当にそのキーマン。あ、あーコイン減ったやつだ。まあ、でもマイナス5コインだからな。あーどうもマサさんいらっしゃいませ。これが最高傑作。そう、マリオパーティー3は本当神作だと思う。今年ね、スイッチオンラインで追加されるんだけど、まだいつかわかんないんだよな。いやーこれどうしよう。今スターここもうデイジーがほぼほぼとんど確定してるから、とりあえず待つか。10でけえな。6?1,2,3,4,5,6 で右行くでしょ ?1,2,3,4,5,6 で青でしょ。いやー、次スターここら、ここかここに出ると予想して、上行こう。はい、なかなかバンクです。申し訳ありませんが、募金として5コインいただきます。毎度、ありがとうございます。ちなみに、どのバンクには20コイン貯まっております。いらねー。そう、鍵捨てて電話使うんだよ。どすんどすんか。俺これ苦手なんだよな。今年出るって言ったのに日付見てるやつ多いよな。そうなんだよ。あのこないだのさ、任天堂ダイレクトでさ、唐突にさに、あのスイッチオンラインでゲームボーイとアドバンスが追加されてさ、マリオパーティー3はもっと前からさ今年オンライン追加ってのは出てたのにさ、まだ未定なんだよね。先に3の方出してほしかったわ。俺 A ね。反射神経問われるかな俺。 A よしよし、当たる？大丈夫大丈夫。オッケー。相手ちょっとタイムロスしたな。あーやべえ、やちった。あーまずやちった。うわうわ最悪。3回ぐらいミスっちゃったよ。ボンバーマンも2023年2月に出てきたのにまだ遅くなんだし。へえ。それってスイッチのやつ？発売延期になったってことかこれじゃ。いやでもまだ2月だからまだか、わかんないか。うわぴったり止まりやがったこいつ。これはちょっとデイジーバトルか。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。なーにー、鍵コインがゼロだって。まあまあほっ
っとしたのか、がっかりしたのか。あ、6つの金貨ね。ワリオ様の初登場作品だからな。結構あれも面白いしね。俺もいつかやりたいなと思ってんだけど。まあ、とりあえず、鍵捨てよう。やあ、僕キーマン。え？もしかして、僕を捨てるっていうの？そうか、残念だな。今まで楽しかったよ。ありがとう。そして、さよなら、さよなら、さよなら。3、あー、これちょっとどうかな。ここに出たら最悪だな。トゲーゾーじゃなかったが、誰かわかるかな。まあ、これも覚えゲーですね。スイッチだと思います。前回が去年の12月1日にサービス終了となって、有料で出るって話があった。へぇ。ダイレクトで、そうか、なかったもんな。情報が。延期になったのかな。テレサクリボーノコの子、テレクリノコ、テレクリノコね。テレクリノコ。右から2番目ってことは、テレクリノコだから、テレクリノコだから、3体しかいなかったから、クリボーだな。テレサノコノコ、クリボーの、クリボーノコノコ、テレノコクリクリノコ、テレノコクリクリノコ。左から4番目だから、テレノコクリクリノコだから、右からこうテレノコクリクリノコだから、左だとノコクリクリノコだから、これだな。これキャラクター失敗すると踊るんだよね。ああ、なるほど。テレノコテレノコクリクリ、テレノコテレノコクリクリね。テレノコテレノコクリクリ、これはまあ覚えやすいかな。右から6番目テレノコのテレノコテレノコクリクリ、テレノコテレノコクリクリだったからの右からだからクリボだな。こいつら本当に。まあみんな平和だよね。ラストボタン来た。残り5ターンイベントの時間だ。しっかりこのミニクッパだ。じゃあまず現在の順位見ていくぞ。1位グッチョイ、2位ワリオ、3位ドンキー、ビリーデイジー。この中で優勝するのは誰なんだろうな。それじゃあお待ちかね、ビリー予想コーナーだ。予想するのはもちろんこの方だぞ。クッパだが我が輩の予想ではルイージ・グッチョイがビリだな。ビリゴホロクのグッチョイにはクッパ様10コイン払うよね。さあいよいよ終盤戦残り5ターンだ。いつも通りこのターンから青マスと赤マスの金額が2倍の6コインに、そして同じマスに2人止まると決闘がスタートするぞ。まあ逆転は無理だろうけど適当に頑張れよな。じゃあ行くぞ、ラストボタンスタート。デュエルも面白いんだよな。まあどうあがいても勝てないミニゲームもあるけどな。ぴったり止まるの結構難しくないか。さっきはちょいちょい止まってたけど、こんだけ散らばってるんだからさ。さあこれは、おデイジーがスターを取る。で次テレサのとこに行って、多分グッチョイからスターを奪うと思うんだよね。右来い。そこか、そこはいけないな。さあ問題はここよ。スター奪うか、グッチョイかだよな。よしよし、さあまだまだわかんないぞ俺。テロケスプレーなんかドンキーゲットしてんじゃん。
買ったのか。そう、たまにミニクッパが司会のバージョンあるんだよな。買い物電話か。これドンキー行くんじゃない。ちょっと厄介だなこれ。ドンキーが次右に行くからこう行ってくるでしょ。でこの辺でうまく止まったりしたら次のターン右になるからスター行けんだよな。ここはちょっと予防線張っとくか。とりあえずキノピオに電話してなんかいいの売ってないかな。魔法のランプあった。いやでもここ買ってよかったんかな。なんでいけないの。ラッキーハッピーアイテムチャンスです。質問に答えてください。あなたが欲しいアイテムはどのアイテムですか。まあワイリオ様の性格から見たら高いアイテムでしょう。あなたは正直ですね。そんなあなたにはモテるだけのアイテムを差し上げます。いらねえ。クソほどいらねえ。水系のパワーキノコ、スーパースターズナイティミニゲームだ。ちなみにスーパースターズだと水系の巨大キノコになってんだよな。まあこれはブロックの中からパワーキノコをゲットして巨大化になって相手を倒すっていうミニゲームなんだよな。よこせ。クソ。はいはいはい。よこせ。はいはいはい。あーもう間に合わねえな。はいはいはい。よこせ。はい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 。これは俺様のだ。へへへへ。よっしゃ。くっそチョコマカとラスト。安い選んだらレアアイテム。でも結局運じゃなかったかな。出る時もあるし出ない時もあるんだよな。思いっきり壁に激突してたもんなそれぞれ。おそこのグッジョイの、あでもこれ決闘になるのか。まあでも矢印の向きは変わるからドンキーは左じゃ右行けないもんな。ちょっと待って。よしよし、コンピューターのやつ見るようにしてんな。1しょっぼ。あーいいなー、それやりたい。この絵はなーに。まああのか真ん中のね A が隠れてるから下のやつを選ぶんだよな俺。あこれ A B だ。 B おっそ。いやー俺だったら勝ってたんだけどな。いいなこの絵は。何やりたかったな。とりあえずキーマン捨てて、この先のアイテムショップで何かいいの買ってから魔法のランプを使おう。あ早打ちミニクッパね、あれも面白いよね。うん、みんななんかそのワープ系のやつとか持ってないから。あーでもここでアイテムミニゲームか。キャッチーでどっちね。いやー横取りあんのかよ。
これ上の方に欲しいのが来た時にジャンプしてヒップドロップすればねいけんだよな。これクッパ電話か。ね、出てほしいよなスイッチで。オンラインで、ね、追加されたらさ、俺マリオパーティー3のさ参加型やりたいんだよね。とりあえず、キーマンはお前はいらない。やあ僕キーマン。え、もしかして僕を捨てるっていうの？そうか、残念だな。今まで楽しかったよ、ありがとう。そしてさよならさよならさよなら。矢印の向き変える必要ない。あ、グッチョいんのか。グッチョいるんだったら矢印の向き変えた方がいいな。おやおや、その顔は全ての矢印の向きを変えてほしいのかね。任せてください、私は嘘をつきません。信用第一です。よーし、とりあえずグッチョい、これで右に行くことはないな。あ、会いたかったぞ、ワリオ。さて、今回はどんな恐ろしいイベントが起こるかな。それならルーレットのイベントを決めるのだ。ちゃんとクッパの嫌な効果を食らうよな、俺な。さあ、これは1対3かな ?2 対2か。来たー。てかさっきと同じ組み合わせじゃん、ビッグピザ。2回目だな。よいしょー、これは面白いからな。さすが、食え、食い残すなよ。じゃあグッチョ右頼むね。よしよしよし、よし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 、あとそっちそっち、早く。オッケー、アメリカのクソでかいピザ、こんなでかくはないやろ。よし、勝てたけどこれはどうかな。もうちょっと泳がしてから魔法ランプ使った方がいいかな、これな。ラスト3ターンなし。はい、キーマン捨てる。やあ、僕キーマン、さよなら。何回捨てたよ、全員で。5か。あー、ぴったり止まるけど、なんもない。よし、OK、聞いて聞いて。よくわからんよな、ほんと、コンピューターの行動って。クッパ電話使ったよ。デイジーもよくわからんかったもんな。買い物電話買って、電話かけて、買わないにしたしね。もしもし、クッパだけよ。わかった、グッチョいだな。今からそっち行くっつって寝てるもんな。グッ、会いたかったぞ、グッチョい。革命、同じ顔にしてるよ、クッパ革命。うわぁ、余計なこと。ピザ生地だけで2キロ、ピザソース、チーズ1キロ、そんななんの。ピザか、最近食ってないな。シーフード系が好きなんだよね。はあ、なるほど。で、次のターン、ドンキーが右に行けると。え、これって、あ、次、右に、左になるから大丈夫か。これランプ買う？あと3ターンだもんな。マップか。待て、今ドンキーがここ、グッチョイがここ、デイジーどこだ。デイジー右か。テレさんとこには多分行かないから、
あと3、あと、まあこれ含めて3ターンだからあと2ターンで。いや、ここは魔法のランプじゃなくて、買うかな。血統手袋と迷ってんだよね。だってこ、ちょっと待って、あと何マスだ。一応青マスか。青マスでこのランプ買って24コインだろ。で、次のターンでランプ1個使って20コイン減るから残り4コインだろ。このターンで7だから、どうなんのかな。いや、待って待って、考えよう。ここでランプ買ったとする、24コインになる、ここで27コインになる、で次のターンここで取る、で7コインになる、でここバンクで取られるわけでしょ。2回勝つ必要があるんだよな。どうしよう。で万が一この1個持ってるランプを使ってこのスター取った後どこに行くかなんだよな。下手したら他のキャラクターに近いところに移動しちゃったら嫌なんだよな。みんな十分に20個以上あるし。買うか。一か八いいから。あ、そっか、6コインだっけ。そうだそうだそうだ、そっか、もう残り5ターンになってるから。青マス6コイン手に入るのか。さあ、お邪魔コースター、2回目だな。こんな短いスパンで2回やることあんのか。はい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 、よいしょ。道中のコインは気にしないでいこう。今当たった。あ、でも向こうも1回当たったから。2回当たったね、向こうね。よしよし。あ、1回当たった。でも向こうもまだ向こうってよな。多分デイジーがコインスターになってるから、1コインぐらい、1コインかスター1個ぐらいはね、ちょっと多めに取っとかないとやばいんだよな。ミニゲームがどうなってるか分かんないから。結構バトルミニゲームで儲けた人いたしな。誰だっけ、そこだったら。うん、大丈夫。みんなでやめてね。みんなでコイン渡しは絶対やめてね。よし、ない。オッケー。30コイン渡し。早っ。じゃあ、終了。それじゃ、バイバーイ。さあ、ドンキーは？10。どっち向いてたっけ？やあ、僕キーマン、僕のこと忘れないでね。あ、左か、よかった。よし、じゃあこれで1個目使うぞ。あ、そうそう、逆さまのりは、そう、逆さまキノコと同じ効果。サイコロで出た数の分だけ差があるんだけど、まあ逆さまキノコの効果がね、ほんとチートだからさ。ま
とりあえずこれで4個目ゲット。近いな。でもまあ例えばここにいる状態で逆さまキノコを食らうとするじゃん。この下も左にも行けるんだよ。結構移動する幅が広くなるんだよね。よしよし、うまいこと青マスに止まった。さあこれは勝っていきたいぞ。ウェーブウェーブスーパースターズナイティングミニゲームだ。スーパースターズのウェーブウェーブって結構難しくなったりとかするんだよね。はい、あ、タイミング忘れ。スーパースターズのウェーブウェーブはさ、この波食らった後無敵判定が短くなってんだよね。うん、ちっちゃい部分は別に食らっても大丈夫。でかいのがやばいからな。よしよし、全員残った。まあ一人がね、あのでかいやつ連続で出せばまあ大体勝てるかな。ラストターン、ラストはグッチョイは赤マス、デイジーは危ねえ。バトル出すとこだったな。バトルだったらめちゃくちゃやばかったしな。よし、じゃあランプ、さあこれがどう出るかなんだよな。さあこれで5個目ゲット。さあラストがまたそこかよ。まあもう無理だからな。7か、最後バトルだ。申し訳ないっす。さあバトルミニゲームやるか。おいっす、バトルゲームの時間だぞ。20か、俺だけ脱税だな。さーて何やんのかな。運ゲーだー、運ゲーっていうか3つのうち2つ運ゲーだったな。おーおー、あぶねー。俺毎回一発目で出すときあるからさ。みんな普通に当てるな。ノイズがひどいんじゃない、もしかして。これで3個でしょ、あと ミニクッパー。テレサか、まあまあまあまだマシか。俺ラストね。よしよし、またかよ。またデイジーか。
5分の2でミニクッパか。よりによってちょっと2位のグッチョイが 1位なのか。おこぼれちょうだい。一回もくれなかったな、ほんと今回おこぼれ。いやーこれ場合によっちゃ場合によるぞこれ。最後にボーナスか。いやー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 、お前が食らうのかよ。よし、ドンキー取って、ドンキー取って。よし、これ俺取る。よし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 、取ったー。ボイスチェンジャー。これがどうなんのかな。結果発表。お疲れ様でした。それでは結果の発表です。最初にスターの数を見てみましょう。皆さんのスターの数はこちらです。次にコインの数を見てみましょう。皆さんのコインの数はこちらです。ではボーナススターの発表です。選ばれた人にはスターが1つずつ与えられます。まずはミニゲームスター。この賞はミニゲームでコインを一番稼いだ人に与えられます。今回のミニゲームスターはワリオです。次はコインスターです。この賞はゲームの中でコインを一番集めた人に与えられます。今回のコインスターはデイジーです。次はハプニングスターです。この賞はハテナマスに一番多く止まった人に与えられます。今回のハプニングスターはワギオです。それでは優勝者の発表をするぞ。さあ誰になるのか。優勝はワリオじゃ。はい、というわけで最終結果このようになりました。1位ワリオ、スター7個、コインが44枚、2位デイジー、スター5個、コインが34枚、3位グッチョイ、スター4個、コイン96枚、4位ドンキー、スター3個、コイン65枚と、詳しい成績見ていきましょう。まあこんな感じかな、最後に持ってて。みんなが集めたコインの数、結構競ってたんだな、グッチョイと。マジか。デイジー161も持ってたの。赤マスグッチョめっちゃ止まってるし。デイジー1回しか止まってないの。ハプニングワリオ様止まりすぎやろ、俺。8回って?あー、そう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 。チャンスマス、俺デイジーの時に止まって、グッチョイからスター2個奪ったんだよな。でもあそこからよくグッチョイ競ってきたよな。すげえわ。バトルはみんな同じ3回ずつか。なるほどね。マリオパーティー3のバトンリレーパーティー、結果的にワリオ様が1位になったか。なんだろうな、
4番目を最後に操作した方が勝つのかな。まあ最初の方にね、1番目のキャラクターやってもな、あんまり成果が出ないって言っちゃ、まあそこも難しいよな。こんがらがっちゃうからな。いやいやー、久しぶりにやったマリオパーティー3面白かったな。デュエルマップもめちゃくちゃ面白いんだよねこれ。まあでも疲れたからもうこの辺で終わりにしよっかな。よし、さあマリオパーティー3、今年2023年に任天堂スイッチオンラインでね追加が決まっているわけなんだけど、もうまだいつになるかわかんないんだよな。マリパスやってみたくなったんだが、めちゃくちゃ面白いよこれは。歴代のマリオパーティーシリーズで一番好きだもん。次デュエルマップとかもめちゃくちゃ面白かったからな。これを早くオンラインで参加型やりてー。いつになるんだマリオパーティー3の配信追加は。非常に楽しみでございます。さあとりあえずこの辺で終わりかな。とりあえずマリオパーティー3のスイッチオンライン追加されたら、まずはストーリーモードをね、ちょっと最大難易度クリアっていう配信やろうかなって考えてるんだけど。お、いいね。ゆくいセットさんもとうとう参加型に参加か。スマブラ持ってないからな、なかなか参加型できないもんね、ゆくいセットさん。楽しみだな、マリオパーティー3みんなでやんの。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりにしよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。では、バイバイ。